ちょっと皆さんにね、見ていただきたいものがあるんですよ。もうとんでもないんですよ、本当に。プロゲーマー、インペリアルハル&アルブラリー、ランクでキンノックダウンシールを削除するべき。お前らいい加減にしろよ、プロゲーマー。なあ？キンノックはな、必要なんだよ。ちょっと記事見ていきましょうか。ランクマッチや順位がとても重要なんで、キンノックダウンを削除してくれませんか？はいはい。アルブラリー氏、キンノックはクソだから消すべきだよ。パーキス、キンノックダウンは多くの良い試合を台無しにします。ゲーム後半はアイテムあるだけでヒヤヒヤものです。スプリット2のために削除してください。キンノック原因で順位が落ちるのは鬱陶しい。まあ今現在ですけども、まあ競技シーンではね、キンノック湧かないです。はい。まあこれ多分1年半ぐらい前に、もっと前かな、消えました。でも今回は、ランクなんですよ。ランクで消すべきかどうなのか。これは、答えはノーですよね。当たり前じゃないですか。なんだかわかります？プロゲーマーの、たった少数の意見で、カジュアル勢が望んでるこのノックダウンシールを、キンノックですね。消すのは、良くないです！みんな、キンノックを求めている。わかったか？まあ確かにクソな部分もありますよ。先に倒した部隊が生き残ってキンノックで復活して、そいつらが1位になるみたいな。ありますけど、別にそれでいいんだよ！な？何が悪いんだよ。運ゲーだ、運ゲー。バトロワでエーペックスの運ゲーだよ。それでいいじゃねえかよ。キンノックねえな、狂気員だけで十分なんだよ。わかったか？エーペックスのランクにて、キンノックダウンシールドは削除するべき。27.4%。そのまま残す。37.2%。効果を変えて残す。35.4%。まあ、この2つ、まあ、足して、上と比較するんだったらね、だいたい、まあ、4分の3は残してほしい。このことですね。で、まあ、残すの半分が、まあ、効果を変えて残す。って感じっすね。うん。別にいいんじゃないですか、これで。これ、このままでいいと思いますけどね。まあ、削除するのが嫌な理由、ちょっと見ていきましょうか。しなくていいでしょ。もうしなくていいです、別に。うん。変わるとしたらですか、3人死んだらもう使えないですね。それが一番いいと思います。あるだけで安心が全然違う。おお、なるほどね。パンティーより巻き込んだけど、これなんだよ、そう。カジュアル層とかを巻き込むなよ。S んだったら、ダイヤ以上。それでいいと思います。うん。プロが絡んでるランク帯は消していいっす。うん。それだったら別にカジュアル勢ね。まあ影響ないっすよね。カジュアル勢やライト層。影響ありますよね。カジュアル勢やライト層に影響が出ない程度の調整だったら許します、僕は。ただ、すべてのランク帯削除するのは僕は反対です。うん。みんな、キンノック、欲しいんです。やりすぎですね、キンノック排除は。良くないと思います。みんな楽しみにしてんだよ、これを。な、復活して、横から打って、クラッチするみたいな。あとは、キンノックのおかげで順位が上がる。その喜びを、みんな楽しみにしてるんだよ。もう、アンケート取ったらいいんですよ、単純に。プロゲーマーの意見、バーサス、カジュアル層の意見。まあ、プロは消す。まあ、消すって言ってたんですね、こんなが。消すって、まあ、クソだから消せ、みたいな。じゃあ、カジュアル勢はなんで、キンノックが、必要なのか。まあ、ちょっとそこを考えてみましょう、皆さんで。キンノックを残すメリットをちょっと教えてください、皆さん。俺がムカつかない。キンノック嫌いならノックさせなければいい。うん。あとは、一発逆転したい。ない。全く欲しくないし、キンノックなんてバトルアゲームそもそもいらないと思いますが、ダブ、ハント、爪痕とかは取りにくくなるのがかわいそうだよね。新しいバチつくのはいいかもだけど、うん。楽しい。逆転できる。ない。特になし。なんか金ピカでかっこいいからや。消すメリットがない。ないです。運要素も含めて楽しいですよね。勝っても負けても。消すメリットがないから消さない。うん。拾ったら嬉しい。ウッチ。装備次第で逆転チャンス残すのはいいし、今更ってのは大きいです。バトラーなどから物資で有利になる当たり前。一騎一遊。あるメリットがない。効果変えろ。キンノックでチャンピオン取った時楽しい。バンクラスがおる楽しい。たまになら全身キリになりたい。ですよね。うん。運要素。まあ、運要素を入れたいっていう理由で、キンノックが欲しい。まあ、そんな感じいいんじゃないですか、別に。うん。運要素必要だと思います、僕。うん。逆転されてございます。あ、なんかね。うん。じゃあ、キンノックは絶対に残しましょう！わかったか？残せよ！怒るぞ、消したら俺が！カジュアル層やライト層の代表として俺は、消すのを、止めます。うん。消すなよ！頼むよ。OK です。いや、いい切り抜きできましたね、これは。俺は、カジュアル層やライト層の味方だ、みんな。キンノック！
ジュニアじゃ許さねえ。